次に大大、はい、大門美樹君、えー、大門門君君はいですあの本当にあの石井大臣ですね、<laughs> あの被災地優先に、えー、してほしいと思うんですけれども、私、35分、えー、質問時間あるんですけれど別に大臣いらっしゃらなくても、中川さんとやれますので、この間だけでも国交省と,ちょっと連絡取り合ったら、いかかがですか石井国務大臣。 あの委員会のお許しがあれば、そういうことは可能かと思いますが、ちょっと即答しかねるところであります即帰を止めてください。 どうぞいらっしゃるわけですね。あのまず、あの,、ま、あの今日の先ほどもありましたが、発売の週刊文春なんですけど、まあわが党、あんまりあの週刊誌情報で質問するということはまずないんですけれど、ただ、今朝の話ということと、この法案の審議にも関わることでございますので、あのどうしてもお聞きしておきたいということで、西村さんに来ていただきました。 であのー、これは、えー、過ぎたこととか、ですね、えー、これから気をつけてくださいとか、ですね、えー、そういう問題ではないんです、この法案そのものに関わるんですね、えー、まずカジノ業者からということでありますけれどこれはあのー、文春の記事によりますと、ECPA ・ですね連邦海外腐敗行為防止法に基づいて、あのアメリカの司法当局が、 アメリカのカジノ業者のロビー活動の情報収集を行う中で、つかんだ情報ということでありますで。アメリカのカジノ業者というのは、シーザーズ・エンターテインメントですね。で、このアドバイザーである方と、西村が西村さんの先輩ということでございますね。で、2016年のここで議論いたしました、内閣委員会で議論した、推進法のときの、 えー、提案者、議員立法でございましたから、提案者だった方がことごとく、えー、答弁立たれた方は全員名前が出ているということですね、えー、西村さん、えー、細田博之さん、えー、岩谷武さん、えー、落選されましたけど、小沢さん、えー、松並健太さんですねで、えー、これはどう捉えるかなんですけれども、FCPA。FC えというあの厳しい無効の腐敗防止法がありまして、これはあのアメリカの企業が外国の公務員等に対して、事業の便宜を図ってもらう目的で、金銭その他の利益をもたらすと、えー、いうことを厳しく禁じておりまして、日本よりもかなり厳しいんですね、この点ではアメリカは。これは金額の高ではありません、えー、2万円だからいいとか、5万円だからいいとかではありません。 なおかつ直接的なのか、間接的なのかも問いません、そういう厳しい法律があって、司法省はですね特に、あのなんかゲーミング業界には特に厳しいそうでございます、これで司法省と証券取引委員会が動いて、今回のそういう日本の政治家に対するですねロビー活動、パーティー金購入をつかんで、それがこう情報として出てきたということでございます。 でこれは日本側からしても、ですね神戸学院大学の上明先生があのこう、この政治資金規正法の専門家ですけれども、おっしゃっておりますけれども、外国企業がですねロビースト、つまりあの西村さんの先輩ですね、ロビーストにお金を出して、ロビーストの判断でパーティー権を購入した場合でも、外国企業が、つまりこの場合ですと、シーザーズの方がですね、それを把握していれば、 外国企業は勝ったと解釈できて、えー、政治資金規制法ではあのかなりあのでは寄付が外国企業からの寄付が禁じられておりますので、えー、抵触する可能性があるということで、えー、いろいろ違法の可能性があるということを書かれております。で、国内だけのですね関係よりもこれは非常に厳しく。 厳格性を求められる捉え、捉えなきゃいけないということでありまして、2年前、この内閣委員会で、えー、議員立法の提案者である西村さんが、あの大阪のです、ね、地元の,あのスロットマシンの会社でしたかね、から献金を111万円だったと思いますが、受けておられるのを、私、この委員会で指摘をしたことがありますけれど、あれはまだ国内ということありますが、この外国企業から、 えー、パーティー券の購入、利益を得るというのは、大変あの、えー、気をつけましょう程度ではなくてです、ね、かなりあのきちっと捉えなきゃいけないということで、まず申し上げておきたいと思います。さらに大事なのはです、ね、何を申し上げたいかといいますと、今回の実証との関係なんですけどあの、この実証というのは、その2年前の議員立法であります、民営カジノを解禁しようという推進法に基づいて、今、私たちは議論してるわけですね。 あの推進法が通らなければ、今、こういう議論してないわけでありますで、じゃあ、あの推進法が何のためだったのかと、本当にその、えー、大義名分といいますかね、いろいろ言われた経済活性化とか、観光振興で言われたことだったのかと、実はですね、提案者全員が、カジノ企業からお金をもらっていた、あるいは接待を受けていたということになりますと、えー、推進法の立法事実がですね、 いろんなあの絵に描いたも調子んおっしゃってましたけれど当時から、本当に疑われる事態になっていると、重大問題だというふうに思うわけでありまして、これから気をつけるとか、ですねのそういう問題ではないんですね、今、私たちが審議しているこの法案が、審議の前提がね崩れかねないと、なんでこんなあの法案で審議しなきゃいけないんだということにもつながるですね。 問題でありますで先ほど私あの、西村さんがあののこの議論のときにですね、質疑のときに、副長官になる前をならばということで、なんか安心しておっしゃってましたけど、私、逆だと思うんですよね、えー、議員立法の提案者の中は勝手ですよ、IR 議連の事務局長のときならば、えー、海外事業者とヒアリングをたびたびしましたというのをおっしゃいましたけど、 えー、そのときのことの方がですね議員立法の提案者だから、やっぱり、えー、問われなければいけないと、そういうふうに利害関係があって、議員立法を提案したということになれば、ですね私、厳しく問われなきゃいけないと思うんです、で国会で、今はですね国会議員が特定の企業とか、特定の団体の利益のために質問をしても、国会でこういう場で質問をしても、えー、受託収賄に問われる可能性があると、問われた例もあると。 いいうようなそういうよななそ時代なんですねましてやですね、堂々と特定の企業や特定の業界のために、議員立法やるとすると、これはですね、あのかなあのそういう利益を受けて、議、え、員、ー、立法を作ったとすると、これ、かなりあのただの質問よりも,もっとやばいと私は思っておりますし、そういう指摘をずっとこの、 カジノ議連の、もうね、随前から私、取り上げてますけど、指摘をしてきたところでありますので、えー、これはこのこれからこの法案の審議を進める前提としてですねあの、きちっとしておかなきゃいけないというふうに思います。でまずお聞きしたいんですけど、先ほど、非常に軽くですね、えー、副長官になる前だは海外事業者とヒアリングを食べたりしましたとおっしゃいましたけど、これはあれですか、飲食を伴うものですか。 はい、西村内閣官官房副長官えと何点かあのご指摘をいただきました、特に最後のご質問についてもお答えをしたいと思いますが、あのまずあの米国の法律がどういうものかあの詳しくは承知しておりませんけれども、えー、正式にパーティーで仮にあのお、まあ、多くの皆さんから。あの 政治金パーティーの費用を負担、ご負担いただいて、パーティー金を買っていただいているわけでありますけれども、あのこれはまあ飲食も提供しておって、ですねパーティーの、まさにパーティーの対価として、法律上きちんと位置づけられておりますので、そのことをまず申し上げたいと思いますし、それから先ほどあの、私の地元のスロットマシーンのメーカーの社長からのご寄付のことをいただいたことをご指摘あります、これは以前にもご質問された件ですが、あのまさに私が2000年に落選した頃から、 まあ地元のため、日本のため頑張ってくれということで、ご支援をいただいておりまして、一切、カジノとか IR とかの話はしたことはございません。えー、ということをまずま、その方、昨年亡くなられたんですけれども、そのことも、のその方の名誉のためにも申し上げておきたいというふうに思います。そして、今、先ほどの私の答弁に対してのご質問がございました、えー、IR 議連の事務局長を、えー、えー、と2016年の10月からだと思いますけれども、 させていただきました。まあそれ以前は私はあのあのこの。 IR、カジノを含む統合リゾート施設、IR は推進すべきだということで、ずいぶん以前からそういう主張をしてきておりましたけれども、えー、事務局長になる、なった後と、えー、超党派の議連でございますので、えー、何人かのメンバーで、えー、制度設計にあたって、えー、何度か、たびたびとおっしゃいましたけれども、えー、そんな10回も20回もやったわけではございません、あの2、3度でありますけれども、だとあの記憶しておりますが、 えー、ヒアリングをしたことがあございます。えー、それはあの飲食を伴ったものでもございませんし、それからあ便宜をお特定の企業に便宜を図ったということは一切ございません。はい、大門ミキシ君、一切ないですか？飲食ともらうことは本当になかったですか？かあの後でもいいんですけどね。あの あと接待を受けたことはないですか、逆に言えば、ヒアリング、飲食って、その言葉だけそれをやってませんと、だけどこれをやってますよね、話しょっちゅうあるんでね、接待を受けたこととかないですか、はい、西村内閣官房副長官あの。遠い昔のこととか分かりませんけど、私の記憶では、ですねこの数年間、えー、何かあ特定の事業者とお飲食を共にするという記憶はあのございません。特に その事務局長以降、事務局長のときはヒアリングはしましたけれども、そのときに飲食をともにしたようなことは記憶にございません、ただ、パーティーとかですね、これ、IR 関係の学会もございますし、地域がですね誘致をしている地域、例えば大阪とかですね、こういうところで経済界、地元の大阪の経済界の方々が集まってやる講演会で。 講演をしたりしたようなことがございますし、まあ、そのような後のパーティーで、多くの皆さんとお話したことはございますけれども、私の記憶にある限りですり、ね、特定の事業者の方と何か飲食をともにして、この IR の制度設計とか、そんなお話をしたようなことはございません、そういうふうに記憶しております大門三岸君。きょうの朝の報道で今日ですからね。 あの覚えていらっしゃらないこともあると思いますし、私たちも何かね、あのうちは調べればすごいですけど、まだそこまで言っておりませんので、あのー、海外、これは覚えていらっしゃいますんね、海外カジノに視察に行かれたこととかございますか、その場合、まず海外のカジノに視察に行かれたことありますかはい、西村内閣官房副長官。 あのこれは昨年もご答弁申し上げましたけれども、まあ、以前から海外に出張、あるいはプライベートで行って、えー、何かのときに、えーまあ、出張のときにというと語弊がありますけれども、えー、海外に行ったときに、カジノがあったときに、それを立ちなんだことはあの何度かございます。ただ、何か公の視察で、公のというのは、あ議員連盟として、 ちょっと今記憶は蘇ってきましたけれども超党派の議員連盟でシンガポールに、えー、を見に行ったことはあこれもおそらく七八年か十年ぐらい前かと思いますけれどもそれはございますけれどもそれ以外はあ記憶にはありませんはい、大門美樹君そのシンガポールのことは私も覚えておりますけれどもあのその時はどこのホテルに泊まられて、えー、その時は全く費用負担は IR 議員連盟の方だけでやったんですか、それとも向こうの便宜あったんでしょうかあの、ホテル側の、カジノ資本側のですね、はい、西村内閣官房副長官。 その頃はまだ私も平議員でございまして、平議員というのは議連の中の役職を持っていたわけでもございませんので、先輩方に連れられていきましたので、どういう費用負担になったのか今、即座にお答えすることはできません、記憶にございません、それと今、もう一回思い出しましたけれども、数年前にワシントン DC の南の方にあるワシントンハーバーだったか、あの川沿いに、ポトマック川の川沿いにある施設に、これは全くあのプライベートで、 言、えー、ったことはございますが、ここで何か、えー、費用負担をしてもらったことはあないというふうに記憶します、私は、えー、視察をしたということを見, <laughs>、えー、見に行ったということでございます、はい、大門三岸君。なぜびっくりするかというとです、ね、シンガポールがシンガポールにカジノを、IR、カジノを作ろうと思ったときに、ラスベガスにシンガポールの えー、調査団が行ったときにです、ねあの、誤解を受けるといけないんで、えー、ラスベガスのカジノ資本の、えー、ホテルには泊まらないで、そこは一線隠さなきゃまずいということでね、そういうことをやっているにもかかわらず、えー、何年か前に、ですね日本の役所のですね、えー、経産省とか何かこう出てる、その検討チームは、えーカジ、カジノ資本のホテルにね泊まったということが問題になったわけですね。 えー、そういうことがありますのでお聞きしているわけでありましていずれにせよ急に言われてもです、ね、あれだと思いますので、えー、他の家事の関連企業関連コンサルあるいはアドバイザーあ等々からあのパーティー券購入してもらうとか政治献金とかです、ね、あるいは接待を受けたとかそういうことは調べてです,、ねえー、すぐだとなかなか、ね、記憶にも。 消えてるところもあると思いますから、調べた上でえで、ー、報告していただきたいと思うんですけどいかがですか、はい、西村内閣官房副長官。あのまず、どの方が、どの企業がどこのカジノ事業者の代理人とか、コンサルとかですね、アドバイザーやっているのかということを、おまずあのほとんど承知をしてないわけでございまして。 この週刊誌に書かれているこの経産省の先輩の方が、このシーザースのアドバイザーですか、あのような形で関わりがあるということを知ったのも、私は一年か一年半ほど前の話でございまして、それ以前は経産省の先輩として、先輩後輩としてお付き合いをしていたのが現実でございます。その上で、えー、いずれにしましてもですね、正式に関することについては、正式にパーティーの 購入していただいていることも含めて、ですね正式に報告書に法律にのっとって、適正に処理していることを申し上げたいと思いますはい大門三木君。今問われているのは、ね、政治資金法適正に処理したかじゃないんですよ、それは別の問題なんですよ、処理しなかったら大変な問題になるんですよ、そうじゃなくて、えー、この今、審議している法案の大元にあります、カジ民営の家事の解禁すべきだというところのお立法提案者である皆さんがですね、 えー、具体的に利益を受けていなかったかどうかを問うてるわけでありまして、えー、それを調べる気がないというんだったら、あの委員長、お願いしたいんですけどね、なんでも申し上げますけど、もう一度申し上げますけど、今、この私たちが審議しているこの法案の大本は何だったのかというと、あの西村さんとか、今回、週刊誌に名前を言うと、岩屋さんとかですね、この方々の提案,が中提案から始まってるんですね。 でこうやって議論させら,させられているというか、してるわけですね、その大本の話でございますので、この立法事実がです、ね、に疑いが持たれるとか、ですね立法事実が本当なのかといろいろ言ってることがですね、いうことにも関わるわけでありますので、これからの審議の前提として、えきちっとあの事実を明らかにして、えー、もらいたいわけでありますので、委員長にお願いしたいんですけれども、理事会で協議をお願いしたいんです、で西村さんはこれ、いつでも来てもらえると思いますので。 このときの推進法の提案者であります、岩谷武さん、細田博之衆議院議員、あとはもう落選されておりますので、の党委員会への参考人招致、また、岩谷さん、細田さん、西村さんの各5年間、これは税金の申告関係で保存されているはずですので、探せばあるはずでございますので、家事の関連企業、関連コンサル、アドバイザー、 えー、大体あの、そんなにたくさんあるわけじゃないですよね、ご存じのとおりあの、GR ジャパンも含めて、ですねそんなにたくさん来てるわけではありません、調べればすぐ分かりますんで、えー、からの政治献金パーティー、パーティー金購入の有無、金額、えー、これを調査の上ですねこの委員会にあの提出していただくよう、理事会で協議をお願いいたします。た、えー、ただいいいまままの件につきししてはは国理事会で協議をいたします、はい、大門美樹君 えー、西村さんご,たご退席いただいて結構ですありがとうええー、西村官房副長官につきましてはご退席いただいて結構でございますはい大門美樹君それではちょっと時間だいぶ食いましたけれど、えー、本題に入りたいというふうに思います、えー、資料を配りいたしましたけど違法性の阻却の問題について今日はあのできるだけ中身に入りたいというふうに思っております えーまあ、民営賭博が合法化し得るのか、先ほど小川先生からもありましたけれど、えー、いうことでありますで、先日申し上げたんですけど、これはあの観光振興とかですねあの、経済効果云々とかの問題ではあございません、えー、またあの午前中あの、豊田先生からあの政治は矛盾の調整だという名言がありましたけど、えー、そういう問題でもないんですね。 刑法の解釈の問題でありまして、調整する矛盾が生まれては困るような、厳格性を求められるというような問題でございます。であの特に刑法は人々罰するものでありますので、拡大解釈とかですね、調整とかですね、情報とかですね、そういう世界ではなくって、非常に厳格な解釈を 求められてきたしあの拡大解釈が禁じられてきた世界特に禁じられてきた世界でありますえその上でですね今回の法案の立ち付けのように何らかの公益性をくっつけさえすれば民営賭博も合法になるとこの論立てを許してしまうならですね、えー、これは民営賭博の拡大に道を開くことになるということを 本当にちゃんととと考えられたのかということであります事実、今まであの公営ギャンブルをですね民間にやらせてくれというようなことで、裁判も起きてきましたし、例の小泉竹中改革のときは、特殊法人改革ということで,で、民営化しろと、公営ギャンブルを民営化しろという話とか、いろんな話があったわけでありまして、パチンコだってそうですよね。か公益性をつければ えー、例えば地元商店街とですねタイアップしてなんかやると、これからは地元商店街の振興だと、パチンコ店もそれに寄与するんだと、なんかそういう、えー、なんか作ってですよ、特別立法作ってですよ、で現金払いをね、店でやらせてくれと、えー、いうようなことにもね、つながるという,うことになるんでね、論理的に言えばですね、えー、今回の立て付けは、もう一つは、ですね必ず私、これ押し通すと、裁判が起こるというふうに思います。一つはあの刑法違反だという裁判ですよね。 私たちがこう主張しているね、これ、刑法に違反すると、もう一方は、ですねこれが OK だったら、今まで散々ありましたけれど公営、先ほど言いました、公営ギャンブルもなぜ民間がやっちゃいけないんだと、民間やった方が効率的だろうと、もっと儲かるだろうと、これ、過去にありましたね、こういう議論がですね、で先ほど言いました、公営ギャンブルだけはなぜ独占するんだという裁判が起きてきました。こういう裁判が再燃いたします、当然。 当然いたしますそういうことも本当に検討されたのかですね、あのいうことがこの前申し上げたようにあの、全く検討もされていない、ですから本来はこれは少なくとも刑法学者、いろんな立場の刑法学者の方が、えー、きちっと時間をかけて議論して結論を出すべきことを、ですね刑法の専門家が一人もいない IR 推進会議で、 しかも民営カジノが解禁された方が仕事が増えるような利害関係者も入っていると、えー、集中的に議論したのはたった1回と、でアリバイ的に1人の刑法学者を呼んだけれども、ところがその先生そのものもですね個人的所見ですと、刑法学会の蓄積、定説でも何でもありませんと、何のために意見を言ったのかというのは、そんな程度のことで、あまりにも軽薄に、ですねあまりにも軽率に。 結論を出されれたと言わなければなけばりませんで、ん今日はその中身、ちょっと時間のおかげで全部、えー、触れるわけにはいかないと思いますけれども、えー、例の8項目でございます、これは2年前、私と法務省の議論を踏まえて、えー、賭博を合法化する上での8つの考慮要素ということで、付帯決議にも入って、それに基づいて、えー、立法化を考えなさいということで、今回の実証になったということです。 非常にあの薄っぺらな検討の結果でありますけど、それぞれについての見解がですね推進会議で整理という形でまとめられております、表の一番右の側がですね推進会議での整理となぜ違法性を阻約しているか、それぞれの項目について、こういうことを言ってるわけであります。であのー、2年前はああいう仕組みでしたので、法務省と散々議論をしたわけですけれど 今回は実証法はですね推進会議が違法性の阻却をクリアしたという判断をされておりますので、えー、推進会議と議論をしたいというふうに思います。でまずあの、ちょっと時間の関係で、あのしょってあの質問も絞ってやりますけれども、まず一番ものですね目的の公益性なんですけれども、まあ、あのそうは言っても改めて大臣、関係的にですね、 なぜ今回の実証が、ね、この八要件、よ要素の一つの一番の大きな目的の公益性をクリアしているのか、ちょっと簡潔に説明をしてください。はい、石井国務大臣、えー。IR 整備法案では、目的の公益性の観点に関しまして、カジノ収益の内部還元による IR 区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等。 カジノ収益の国庫等の負社会還元を通じた公益の実現を具体化した諸制度を整備をしております、具体的にはカジノ収益の内部還元による IR 空域整備を通じた観光及び地域経済の振興等につきましては、カジノ事業収益が活用され、一つの IR 事業者によりつ、IR 事,より IR 事業が一体的、継続的に行われることを空域整備計画の認定基準とすること。 ir 事業者に対し、カジノ事業収益を IR 事業内容の向上等に充当するよう努めることを義務づけるとともに、えー、国土交通大臣がカジノ事業の収益の再投資状況を含めた区域整備計画の実施状況について、毎年度評価を行うことを規定をしております。 また、カジノ収益の国庫等納付社会還元を通じた公益の実現につきまして、国および認定都道府県等は一般的な租税とは別に、カジノ行為租収益に納付金を付加すること、これらの収入は観光及び地域経済の振興等の 本法案の目的や責務を達成するための政策や、社会福祉の増進及び文化芸術の振興政策に充てることを規定をしておりますえ。このように IR 整備法案におきましては、民間の活力を生かして実施される IR 事業により、公益を実現するための制度設計がなされているものであります。はい、大門美樹君。ずっとね、同じ答弁書をね、ただ読み続けることやってらっしゃるんですね。あのー まあ、せっかくこちらが簡潔にですよ、表にまとめたのに、ですね延々そうやって展開されるんだけど、要するにこの書いてあること、この表にまとめたことなんですよ、あのいろいろ言いますけど、あ、まあ、一言、あの経済効果論なんですけど、あの実はですねこの,あのこの8要素というのは、えー、経済問題にも答えているんです、依存症にも答えているんです。だからこの なんかこれはあの法律論みたいに思うかもわかりませんけれどこの違法性の束縛にあたっての八交流要素を議論するということは、経済についても議論することになるし、依存症についても議論することになるというふうなことになっているわけですね、で例えばその経済の振興というようなことをよく言われるわけですね、地域経済とかですね、でこれは実はあのそもそも、これは時間の関係であですけれども、資料の五枚目ぐらいにですね、 そもそもなぜ賭博が禁じられているのかの最大の理由は、ですね国民経済にマイナスだからって書いてあるんですよ、これ、最高裁の判例ですよね、国民経済の機能に重大な障害を与える恐れがあると、じゃあなぜかと、それはということの議論があるわけですね、そのときの,の判例の判断の事実がある、これ、経済を判断したからですね。つままりあの経済効果とおっしゃいますけれども そもそも賭博というのは、の人のお金巻き上げるゼロサムゲームでありますから、付加価値を生みません、えー、ただ建設、最初の建設投資のときに、建設の仕事が生まれるんじゃないかと、仕事は生まれるのにかかん感じるあに見た目はそうでありますけれどそれは投資した人がそのえラスベガスサンだったらば、MGM だったらば、大阪に1兆円投資すると言っておりますが、建設費が4、5四五千億と。 そのお金を必ず回収するために投資をするわけですねでそのお金は誰か,からやったら賭博事業から、えー、回収してやるわけでありますので通常の建設事業が生むですねあの産業連関表で生む経済効果とは違うんです違うんです、えー、違うんですねそういうあのそもそもその、えー、賭博に関して通常の経済の者たちを当てはめて経済効果があるという方は 見た目はそれは仕事あるように見えますけど、その分、誰かがとあの奪われているという関係にありますので,で、すねあの経済効果論というのは取るべきじゃないんですねで、どうしても経済効果を言いたいならば、えー、アメリカのいく,いくつかの州でやり始めましたけれども、マイナスの、マイナスの経済効果ですね、えー、つまりカジノでお金を失った人が、地域で使うべきお金がそこで失われたと、この地域経済でのマイナス効果とか、 あるいはギャンブル依存症による社会的なマイナスとか、ですね倒産とか自己破産とか、ですねそういうもののカウントとか、ですね依存症になって,て、その対策費用とか、ですねそういうもの全部マイナスの効果も、勘定するならば、えー、差し引き、どれぐらいの効果があるというならば、まだわかるんですけど、そういうことも言わないで、えー、軽々しく、ですね先ほども経済あの地域経済の振興とか言われるべきではないということまで指摘した上でですね、 この要性の訴訟における目的の公益性というのは、の今日は判例とかですねコメンタールつけておきましたけれども、そもそも何なのかということは、先ほどあの弁護士の小川先生が言われた結論と同じことになるわけでありますけれども、公営賭博ならば認めるというのは、要するに公営賭博はですねいろんな経費を引いて、 えー、残ったいわゆる収益、利益はですね全額自治体の就任するとかあるいは特定の関連産業の振興に充てるとか競馬なら馬の馬の育成に充てるとかですねそういう公益性のあるものに限るということでやられてきたから、えー、そういう意味なんですね、目的の公益性というのはですね。だかからら、あのー、そういういことにお金を使えば使ええばば公益性があるから 賭博をあの賭博なんだけれどもまあ、特別立候で立法で認めましょう。というこの論理ですよね。これはあの、えー、いわゆるあのネズミ小僧がなぜ義賊と呼ばれたのかと。この論理に繋がるわけですね。ネズミ小僧がただ盗んだ。お金を自分の懐に入れると、ただの犯罪者。しかし、貧しい人に撒いたから公益性があるんで。 <laughs> あの義族と呼ばれたわけですね、義族義足と呼ばれたわけですね、この論理なんですよ、日本人の、この論理があるから、えー、賭博の上がったお金だけど、自治体のために使うとか、住民のために使うならば、あのー、違法性を厳じてあげましょうという論理なんですね、始まりはですね、えー、したがって、この、えー、目的の公益性というのは、もうそれ以上でもそれ以下でもないわけであります。 えしたがって、アラリーの3割はえ納付しますけど、7割は民間のところにと、もちろんその後経費がね、人件費と引くわけですけれどこれはどう考えても、今までのその公益論とは全く違ってですね、そこで、それとあの午前中にあ,のえありましたこ、れこれが海外に私、全部流れるとは言っておりません、いろいろ引いた後の株主のところが、株主、の 内部留保にどれだけ積むかがありますけど、配当のところが海外に、えー、ほとんど海外資本をやると思いますからね、海外に流れるんじゃないかと言ってるだけのことでございます。で、あのー、そういうふうに言ったときに、出てくるのが、ですねこの表に書いてありますけど、内部還元,内部還元によるうんぬんという話ですね、これはですね、あのーあ、もう時間があんまりなくなってきましたけれど、あのー、私、中川さん、本当にね、詭、あのー、弁だと思うんですよ。 要すするるに、えー、皆ささんん思い込まされてるんですねあの2年前の細田さんが、えー、国際会議場とかマイスはそれだけ単独だと赤字だからカジノで収益を上げて、えー、そちらに回すんだと国際会議場をやることは公益性があるからねそのためにカジノ、収益を回すんだというような話をされたんですねそれがどうもこうみんなそうあの刷り込まれているんで。 いかにも IR の中のカジノの収益で他の施設を運営するみたいな思い込まされてますけど、そんなことありません。海外の IR を見ると、それぞれ独立して採算を取っております。つまりカジノの収益は回っておりません。で、あの民間資本がわざわざ赤字のものを作るわけがありません。それぞれにちゃんとクペイしております。したがっててこの内部還元してですね えー、そういうものに回るから攻撃性があるっていうのはちょっと実態とはどこのどこの話をしているのかと思うんですけれど、えー、全然違うんですよ。よ実態はみんな黒字ですよ。ペーしてますよ。<上>はい、中川次長、えー。お答え申し上げます。あのー、おただいまのあの大門委員の議論あの非常に理解するところであるわけですけれども。 今、ご提案申し上げている法律は、このカジノは確かに収益源としてございますけれども、カジノ以外に、この IR 施設としては、この1号施設から5号施設までが、これが必地の,のものとなっている、さらにはこの6号施設をこの付加してです、ね、この大規模な総合的なこの遊客施設を形成してもらう。しかもそれを まあ推進法の中で決ま,決まっていることでございますけれども、民間事業者が設置・運営するものとして制度設計をすると,という前提のもとで、このご提案をしているわけでございます。はい。 赤字になるかどうかというところですけれども、まあ、これは前もご答弁させていただきましたが、特にマイスにつきましてはです、ね、今、日本にあるもの、あるいは諸外国にあるものを見てもです、ね、大体この公設民営とかになっておりまして、この純粋に100%、この民間ベースだけでこの存続しているものはあほとんどないと、大規模なものであればないというふうに理解してございます、はい、大門美樹君そうなんですよ、公設民営なんですよ、公設民営で成功したんですよ。 だからこれ,これはもう民営,民営論だからね、完全民営ですね、民設民営ですよね、しかも、あの一言だけもう時間なので申し上げますとね、あの内部還元で第15条で、カジノ収益を他の施設の工場に使うように努力すると、で、えー、37条でそれを評価すると、ただこれだけしか書いてないのを、いかにも収益がね、そちらに回るように書いてあって、ですね大体努力目標を評価するってどういうことですか、評価なんかできないじゃないですか。 だから、もうそういう内部還元によって攻撃性なんていうのは、ね、もう言わない方がいいですよ、もう,もうあのしゃべんない、僕、最後までしゃべるから、本当 <laughs>、はい、ね、あのまあ、次またやりますと、まだ項目残ってるんで、あまりこういうね、あのちょっとあの知らない人多いだろうなと思って、ごまかすようなね、ことも言わないで、もう率直な議論をしましょうね、次からね。はいわります